今日はワンディッシュのコーナーでやってたミートボールポトフ作ります。使用するな、これらを使用していきます。玉ねぎ4分の1個みじん切りしておきます。イタリアンパセリ大さじ1にみじん切り、人参2分の1を切っておきます。切りました。じゃがいも切っておきます。切りました。キャベツも4分の1切っておきます。切りましたよ。合いびき肉200、ハーブ塩小さじ3分の2、黒胡椒適量入れます。プレーンヨーグルト大さじ2入れます。みじん切りした玉ねぎとイタリアンパセリ入れます。こちらを4等分にしてこんな感じでできました。オリーブオイル大さじ1フライパンにします。空いてる隙間にキャベツを、じゃあ水600入れます。塩小さじ2分の1、黒胡椒適量、ローリエ2枚入れます。具材入れます。じゃがいも、人参も入れます。厚切りベーコンも入れます。切ってニンニク潰して2かきも入れます。ここにひよこ豆も加えます。では15分後に、うおーすげーええー、感じ。まずニンニク2つ出します。マヨネーズ小さじ1入れます。マスタード大さじ1入れていきます。しっかり混ぜていきます。はい、今日の昼食はじゃんじゃじゃーん、ミートボールポトフ、これでいただきます。めっちゃ美味しそう。